国道118号規定茨城県水戸市、中央郵便局前交差点国道118号終点福島県、藍津若松市北柳原交差点国道118号は、茨城県水戸市から福島県須賀川市を経由して、藍津若松市に至る一般国道である。茨城県水戸市を起点として久慈川に沿って北上して、茨城県県北地域を縦貫し、 福島県須賀川市を経て、会津若松市に至る、主要幹線道路。三戸市須賀川市にかけては、JR 東日本水軍線とほぼ並行する。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過地は次の通り。国道指定当初は、経過地の須賀川市から国道4号と重複して、 郡山市に至る路線であったが、1993年に、須賀川市から、終点側の経路を大鳥坂峠越えを編入して、合津若松市に変更した。水戸市日立大宮市館は、慢性的な交通渋滞に加え、春、夏、秋の交絡シーズンには、常磐自動車道を利用した奥久慈方面への、交絡客による交通渋滞が頻発している。このため、 渋滞解消を目的として4車線化事業が進められており、とりわけ渋滞の著しい茨城県道61号、日立笠間線交差点から玄央宮やバイパス起点までの区間を優先区間として重点的に整備が進められている。また、観光シーズン時の茨城県第五町袋田の国道461号との交差点付近の現道は、 袋田の滝方面に向かう右折車に、後続の直進車が通行できずに進路を阻まれて、交通渋滞が発生することから、袋田バイパスの整備が進められている。大宮バイパス、茨城県日立大宮市茨城県内の国道118号には、うりづらバイパス、大宮バイパス、山形バイパス及び大井戸バイパスと呼ばれる、原道区間があり、その旧道は現在、 触れ合い通りと呼ばれている。国道121号との、重複福島県南会津郡下郷町1993年までは、塚川市、大国町交差点郡山市、郡山警察署前交差点間が国道4号と、重複区間で終点だった。主な橋梁トンネル道の駅福島県、東白川郡山釣町江戸塚付近国道4号との、 交差福島県須賀川市一里広市。ありがとうございます。